せっかくいいとこが台無しじゃん。え、じゃねえよ。これを使っちゃダメなの？電子レンジ。大丈夫でしょ今。今 Wi-Fi 切ったよ。いやもう電子レンジ使うと落ちるんだって。もうやりたかったのに。やってよ。勝手にやられるんだけど。俺がやりたいんだよ。俺料理したいのに。やられる。怒られたけど怒られたからね今。ほらゼロニャゼロニャ。ほらあやりたかったな。いやいやわかんない。やってよ。こっちやるから私。これ俺またフライあフライパンやるぞ俺。多分足でこう固定しといたら俺。おいいじゃん。これがね味噌だよ。押さえてるから、うん、電子レンジ使うと Wi-Fi 切れるらしいよ。うまくない？うまいやろ。よいしょ、よし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 、いい感じ、いい感じ。うまい。よいしょ。スマホ三角ある？塩コショウ入れた？塩コショウは？ああちょっとやばいかもしれない。なんかよいしょ。下に流し込め。よしラスト。よしできたわ。これでいい。よし。あった油。じゃあ何やるの？油っつったじゃん今。油じゃねえ、熱っつったんだよ。油って言った。そんな張り切って油って言わねえわ。熱かったんやって。太ももでやってるからこうやって。あれ板出して。板って何？板だよ。それいや濡れてるんだけど。うっ、よし。でこれツバニャン曰くこう押さえるらしいよ。こうぐーっとツバニャン曰くこれ押さえて形をあれするらしい。それはツバニャンに聞いた。しない？ツバニャン言ってたよ、押さえるって。汚いの？ほんと。まあいいわ。解放が食べるし。何とか言って。解放が食べるし。解放ちゃん、美味しく作るからね。うん。ちょっと包丁でやってみ、断面のやつ。はい、ミニもいるし。よし。そう、解放ちゃんとね。ザラザラするんだけど。だってマット取っちゃったんだもん、しょうがないじゃん。だねえな。あ、美味しそうじゃん。完璧だわ。美味しそう。これカスあげるわ。ゼロニャ。カス食いな。味見してみ、カス。このカス。ゼロニャ。味見してみ。うん。どう？カスうまい？うん。よいしょ。苦い？どう？うまそうだけどね。うまい。オッケー。はい、次ウインナーと卵とあと何？
もう時間ないってちゃちゃやらないと。知らないよ、ウインナーと卵しか言ってなかったじゃん。そんだけないの。もうナス持ってけばじゃん。まだ料理したいんだけど。ナス持ってけば。おにぎり作ろう。おにぎり作る。うん、おにぎり。盛り付けする。盛り付け。これツナマヨ今俺作ったから。ツナマヨ、うん、あー唐揚げもね欲しいね。唐揚げも簡単なのなんかないかな。冷蔵庫にないの。そっちでいいの。うん、そっちでいいの。じゃあ違うの。これ何入れるの。それウインナーだけ入れて持ってけば。いや卵も入れるよ。ちょっとどけて包丁邪魔。サラスパ作れん。あー、マヨ系欲しいな。マヨ系ミートボール。あったったあった。とね、ぶちかまそうだった。おはよう。見たんじゃないわ。みんなナータンの配信聞いた？なんであんななんかニュースキャスターみたいな喋り方するの。なんか評論家みたいな。あのですね、実はですね、善逸くんはですね、そうやってね言ってるんですよ。だからね、私はね戦いたいとね思ってるんですよ。なんでね、まあ一人でペラペラ喋ったみたいですけど、すいませんね皆さんね、はい、そういうことなので、うん、あの喋り方は何なんだろうね。あれ、あんな喋り方だった、うん、配信スイッチが入ると、うん、あ、これ持ってこうよ。これうまそうやな。これナスめちゃくちゃディスられてた。え、俺がってこと？え、もう手のひら返された。これどうなってんの、これ肉とナスが。これ肉とナス何になってんの。これそれ形崩れちゃってるやつ。え、すごくないこれ。ナスに巻き込んでる。ナスに巻き込んでんだけど肉を、うん、これめちゃくちゃうまそうじゃない。これ持ってこう。これ箸つけた。つけてないよ。これ食べ草し、これは食べ草し。取っといたってやつ。ああ取っといてくれた、ありがとう。舐めたこれ。入れてや、入れて。ぐちゃぐちゃになっちゃうわ、ぐちゃぐちゃに。これうまそう。甘辛くてね最高じゃん。ご飯進むよこれ。ちょっとつゆ入れよ。つゆちょっと入れて。ちょっと。あ、オッケー。よし、いいじゃん。どう？美味しそうでしょ。あ、みんなお昼食べたか。うん。お昼食べちゃったか。はい、初見いらっしゃい。ね、もう5月になってね、もう夏ですよ。夏だからね、暖かくなったからピクニックでもしようかなと思って。これ何これ。それチャーハンだよ。あ、食べ草しのチャーハンか。これ何？なんもないな。なんもないよ。昆布。これ何これ？それ葉っぱ。葉っぱ？スパゲティは？おにぎりするんでしょ？スパゲティは？スパゲティあるよ。うん？スパゲティ茹でる。スパゲティ茹でてマヨネーズで和えるだけ。で混ぜる。スパゲティって具なしスパサラって美味しいかな。ちょっとおにぎり早う。もう時間ないもん。やれない、時間ないって。もう行かなきゃ。ちょっと時間ない。ちょっとほんとごめん、せかして。時間ない。
ハムもないんでしょ。ないよ。どうすんの、スパゲティ。これ何やるの、これ。スパゲティ茹でろって今言ったでしょ。スパゲティのキュウリとかハムないじゃん。ないよ。スパゲティだけで美味しいの？知らないよ。知らないかどうかイメージしないよ。茹でろって今言ったでしょ。いやどうなの？具なくていけるの？いけるんならやるし、まずいんならやったって意味ないから。マカロニアはマカロニはああもう捨てちゃったわ。海苔もう時間ないよ。もうちょっと開かないんだけど、開いたわ。ラップいやもう俺も慌ててるよ、待たしちゃうから。ラップ何それ、あの俺やってみって本、塩は？塩は？塩ここですりゃいいかね。これさ、粗塩。あ、入れすぎ。どうやって混ぜ混ぜするの？もう何でもやられるわ、勝手に。あ、嘘。やり方教えて。でかいな。また上にやるのか。塩は？塩塩。待ちないよ、うるさいね本当に。塩。じゃ自分でやるがね。やってみよ。ああやっちゃったわもう。本当うるさいよ。ね。急かされても。ね。じゃないの。やっちゃった。でかくないおにぎり。それもうあなたサイズでしょ。めちゃくちゃでかいんだけど。どんだけ食いしん坊なの？何が？めちゃくちゃでかくない？だって一番最初に自分がいっぱいよそったからじゃん。よそった？うん、何を？私が。人のせいにして、ご飯よそったのあんただよね。あ、二人でいいね。あーして、ノリ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 。海苔今くるんじゃうとパリってしないよ。いや、ベタがいい。ベタがいい。あ、パリがうまいな。じゃあ海苔準備して。パリできるように。はい、次。時間ない。はい、次握って。海苔の用意するから。ガチャガチャやると。もう次、2個しか作れねえじゃん。ラップ入れてや。ラップ。これやって。ラップ。もうさ、手2本しかないよ。俺も2本しかない。ラップ。薄いんだわ。ラップ。ラップやって。引いて。本当に怒るよ。ラップ引いて。はい、ラップ。だからそれ後からやればいいじゃん。俺言っちゃやだよ。それで言いたくないけど。俺自分も損するから、そうやってせかすと、こいつや、ああ怒ってるわ。やっても、そう、うるさいとか言ってよ、ね、俺アンチ。怒ってないのに怒ってるっていうのやめてくれる？いやほら、また荒れちゃうけど、容量が悪い、ちょっと。ねえ、いつも、機嫌悪いとかさ。やばい。怒ってないのにさ、うわー、やめてもらえる？落ちる、ごめん。ちょっとパンパン。張りすぎだよ。携帯手塞がってるからな。スタンド持ってきたよね。だからスタンドだって動かさなきゃいけないじゃん。ちょっと手伝ってよ。だからこれじゃ多いでしょ。あー、手でやった、はい、手でやったね。いや、いや分かった。もう無理。いや手でやった方が美味しいんだよおにぎりは。
ちょっと手でやった方が美味しいんだってねえ。無理は10回聞いた、無理は10回聞きましたね。分かった、ありがとう、やってくれてごめんね。どいで、ごめん、早くどいてどいて、服着たま脱ぐよ脱ぐよ、ごめんなさい、ちょっと本当手伝って、脱ぐよ本当手伝って、脱ぐよ本当手伝って、ごめん、もう一切言わない、約束する、もう絶対ぐちぐち言わない、絶対に言わないから、いいから早く作るな、時間がないんだから早く作るな、分からんからやって、早く作りな、作りな、分からんからやって、脱ぐよ、分からんからやって、だからもうぐちぐち言わない、あ、怒ってるわ息子が、怖い、はいよ、息子怒ってるよ、怒ってないよ、ドーンって聞こえたよ、ほらほら、どうもしないよ、ダメだ、息子さん心配してるから、うん、握ればいいじゃんこれで。はい、握るよ。握りなよ。お母さんこれこうやってやって、こう上の下、もうちょっと入れて、今度。どっち？箸どこやったの？うん。あ、もう最高。入れて。うん。よいしょ。こう乗して。すいません。乗して。こう乗せて、うん、あーすごい、いや全部いっちゃおう、うん、もうちょっとしかない、まだいける、もう一個作れんじゃん、あーすいません、じゃあ醤油じゃない、塩入れた、塩やってないよね、昆布入れる前に塩やった、ね、塩はやった方がいいけどね、まあ塩ない方が美味しいんじゃない、これ開放ちゃんに俺が愛情込めて、股間に押し付けてやる、解放ちゃんに話いいじゃん、よし、あ、段取りいいわ、うわ塩まで入ってるわ、ツナ、あとあれしようぜ、スペシャルなおにぎり作ろう、全部ミックス、卵とソーセージと、あ、爆弾おにぎり、こういうの好きだからね、まあ男はね、俺は好き、絶対うまいでしょこれ、これ見て、ツナマヨとソーセージと、つかすげえこれ、ゼロニャンさんツナマヨの中に卵入ってるわ、卵じゃないっす、玉ねぎ入ってる、絶対うまいやつじゃんこれ、玉ねぎだよね、うわーシャキシャキしてうまいやつじゃん、絶対うまいわ、やっぱ食感もあるからね、絶対うまいと思うよ、こういうとこだよねやっぱ主婦の差って、もう最高でしょこれ、いろいろ入って絶対うまいじゃん、だってさ、もうありきたりな味で
やっぱさ発見がないじゃん、普通に生活してたら。こういうの食べるとやっぱ発見できるよね。ご飯ないな、かぶせる。デロニャンさん、デロニャンさん、こういうのはこのまま握っちゃっていいのかな。この上にかぶせるご飯ないから、これちょっと入れる。あ、これはこれいつの、これ、これ今日の朝炊いたやつ。朝ってこれで入れようじゃあ。ああバタ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 、ちょっとチンした方がいいと思う。こっちが、いやさっきだもん。いやいやいや、こっち熱々じゃん、こっち。あ、俺がやる、俺がうるさくなっちゃうから。いやもうこのままでいいや、入れよう、このままで。冷めるからね。うん、でもこっちぬるいからね。 OK、 ちょっと握ってくれる。ごめんね、ラップ小さくない？うん、ラップが小さいんじゃない？それラップ誰がやったっけ。だってこんなに大きいのになるなんて思ってなかった。すげえわ。水なんじゃない、テロニア。これどう、もういいんじゃない、これ完成。どうでしょうか、これ愛情たっぷり。カイホちゃん喜んでくれるんじゃないね。俺あれ食べる。うん、でカイホちゃんはまあツナマヨか昆布か選んでもらって、うん、まあね、マダムだから昆布のが好きかな。で海苔はほらできるお母さんだよ。これ前で食べたらいいってことね。あーすごいわ、完璧。風呂敷、お茶、水筒、やっぱお茶いるからね。感謝、ありがとう。出るにゃん、チュッチュ、握手、握手。黄色はちょっと嫌かもしれない。ちょっとほんとごめん、黄色だけは嫌だ、ほんとにごめん。青っぽいのがいい、うん、青が好きだったから、ちっちゃい頃。ごめんね、映さないで。あっちょこ、あーごめんごめん。いや紫は絶対一番嫌だ、ほんとに。紫だけは絶対に嫌だ。何、紫は嫌だ。お母さんまた息子来るか。紫だけほんとやめて。おと協定どっち。いや協定とか嫌だから。そういうだって小さいよ、他のやつは。青とかがいい。ない青。あ、紫は絶対ダメだよ。で黄色も絶対ダメ。黄色は今出してる。まあこれ小さいんだよ。まあそれもダメ。ないもんだって。あ、赤がいい。あ、湘南爆走族出てきたよ。ドキュンだわ。爆走族って。小爆知らないの？ヤンキーなの？小爆知らないの？湘南爆走？湘南爆走族知らないの？何これ？暴走族？知らないの？小爆。箸ね。箸？箸は落とした用に3000で。え？落とした用があるから。落とす用あるから。小爆知らないの？訳して爆走。そう。うん。ああ、おにぎりやって、入れて。おにぎり別でしょ。別？うん。あるのなんか。ああ、懐かしいねこれ。俺もね、幼稚園ぐらいの時おばあちゃんにこうやってやってもらった。なんかもう涙出ちゃう。思い出しちゃって。懐かしいね。こうやって持つんだよ。ああ、こうやって持つのは俺のおばあちゃんはなかったな。普通にこうとんがってた。懐かしいわね。おにぎりこっちでいい？楽しみあるじゃん。いい、ね、冷却用、冷却用。これ冷却用入れなきゃ腐るから、熱いから。いるじゃん。じゃあ風呂敷いらないじゃん。いや風呂敷はいる。いらない。いるって。いるの？いるよ。おにぎり入れるのなくなっちゃったじゃん。おにぎり風呂敷、紫と黄色やめてね。いやー、ワンピースじゃん、いいじゃん、ワンピース。こじこじ。こじこじ？あー、まるちゃんか。これはワンピースがいい。
3時じゃん、3時。ワンピース。ワンピースがいい。なんだよ。ノリそっちだよ。入れろや。ぐしゃっちゃうじゃん。なんで開いちゃってんの、口に閉じといて。やってよ。ああ、もう2時だ。これいいの、これで。遅刻だ。